メータースタンプは郵便物の差し出し等において郵便切手の貼り付けに変えて専用の機械により料金額を表示し料金納付の取り扱いをする万国郵便連合共通の制度で用いられる陰影を言う。日本でこの制度は料金景気別納といい内国国際郵便ともに通用する。メータースタンプは切手収集家の呼び方で郵便局では 少子と呼ぶ。ラベルに印刷されて、切手と同様に貼られている場合と、完成はがきのように郵便物に直接印刷されているものがある。また、切手と同様に郵便に関し支払うべき、諸料金、例えば、受取人払い、気払いの料金、施設差出箱の収集料、交換手数料等を、その額の陰影を紙片に表示し、提出して納付することも認められている。 郵便局において窓口に配備された端末機器及び現金を入れる自動消費発行機で発行、重付される両額を印字した紙片と一般の需要家が郵便事業者に指定された郵便料金ケーを購入して周配郵便局長または指定した郵便局長から承認を受け自ら印字するものがある。校舎の場合の料金等の支払い方法には与納と 料金効能と同様の効能がある。世界の様々なメータースタンプ世界の郵便制度において差出人の全能により、それを郵便物に貼り付けて差し出すこととする郵便切手の制度からさらなる利便を増進するものとして差出人があらかじめ郵便料金を払い込んで機械に登録させ払い込み金の残高内で差出の度にその料金を印字し、 切手の貼り付けに変える制度が構想され、1920年に万国郵便連合の共通制度として採用された。日本においての導入はそれにかなり遅れた1950年、東京郵便局に外国郵便の郵便窓口における料金収受のためのものとして配備されたのが初めである。需要家が自ら料金を印字する制度はさらに遅れ、1953年から ケーキの認可、発売が始まった。また同年に窓口配備ケーキを含む内国郵便料金収受への使用が開始された。その後、全国の大きな普通郵便局に配備が広がり、2005年現在、ほとんどの郵便局に郵便料金ケーキが配備されている。郵便局の料金消費や、事業化の陰影表示により差し出される。 郵便物は日本郵便の内国郵便約管により料金景気別納の郵便物として取り扱われる。メータースタンプと料金景気別納については、バンコク郵便連合通常郵便に関する施行規則及び日本郵便、内国郵便約管並びに郵便料金景気の指定の取り決めで詳しく規定されている。郵便局名、郵便料金、差出費のか。 即達、簡易書き留め等が印字される。後日差し出す場合は、その日付で印字することもできるが、その日より前に差し出すことはできない。印字されている日に差し出しできなかった場合、翌日に差し出す方法がある。日本では、インクは赤色のほか、広告のフルカラー表示もある。日付の形式は、外国郵便用の消印と同様に、日、月、年の順のものがある。 郵便局が指定した別納による料金ケーキを販売する大手企業としては、ピツニーボーズ社などがある。郵便局に配備された郵便料金ケーキについては、以下のようなことなどが挙げられる。需要家が購入した郵便料金ケーキについては、以下のようなことなどが挙げられる。また両者とも切手を合わせて貼り付けられた場合を除き、通信日付印は大夏されず、 引き受け処理の省力化に資する。AB、郵便料金ケーキ、製品紹介、テクノトッパンホームズ、2015年1月7日閲覧、切手の博物館切手の豆知識第33回、メータースタンプ、ありがとうございます。